ポール・モリターは指名打者としてシルバースラッガー賞に4回選出された。シルバースラッガー賞はナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグでは投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。指名打者としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、デビット・オルティーズの7回が最多である。続いて、ポール・モリター、エドガー・マルティネスの2選手が4回。 3回受賞した選手はドンベーラー、2回受賞した選手はフランク・トーマスである。1989年の受賞者、ハロルド・ベインズはシーズン途中にシカゴ・ホワイトソックスからテキサス・レンジャーズへ移籍している。また2018年に JD ・マルティネスが指名打者部門と外野手部門の2つで同時選出されメジャー史上初の快挙を達成した。2020年は ナショナルリーグ史上初の指名打者制を導入したことにより、投手ではなく指名打者としてマーセル・オズナが受賞し、ナリーグで初にして唯一の指名打者部門の受賞者となった。指名打者のシルバー・アスラッガー賞受賞者のシーズン記録では、エドガー・マルティネスが1995年に記録した打率356と出塁率479が最高である。 長打率はバニーラミレスの647本塁打はデビット・オルティーズの54本塁打が最高である。オルティーズはラファエル・パルメーロと共に最多の148打点を記録している。同1年にエドガー・マルティネス賞と同じ選手が受賞する傾向が強い。2009年の受賞者、アダム・リンド。 デビット・オルティーズは2004年から2007年にかけて4年連続で受賞。最多の7度受賞している。ありがとうございます。